新約聖書は、紀元1世紀から2世紀にかけて、キリスト教徒たちによって書かれた文書で、旧約聖書と並ぶキリスト教の聖典。また、イスラム教でもイエスを預言者の一人として認めることから、その一部が経典とされている。新約聖書には27の書が含まれるが、それらは、イエスキリストの生涯と言葉、初代教会の歴史、 初代教会の指導者たちによって書かれた書簡からなっており、ヨハネの目視録が最後に置かれている。現代でいうところのアンソロジーにあたる。旧約聖書をヘブライ語聖書、新約聖書をギリシア語聖書と呼ぶこともある。内容的にはイエスが生まれる前までを旧約聖書、イエス生誕号を新約聖書がまとめている。旧約、新約という名称そのものに信仰的な意味がある。 これは、神と人間との古い契約の書が、旧約聖書であり、新しい契約が、新約聖書という意味である。アウグスティヌスが引用した、ビグナテウスの、新約聖書は、旧約聖書の中に隠されており、旧約聖書は、新約聖書の中に表されている。という言葉は有名である。新約聖書という名称はギリシア語の、カイネーディアテー系あるいは、ラテン語の、 ノーブムテスタメントムという言葉のわけであるが、元はヘブライ語に由来している。カイネーリア定携という言葉はすでにセプトア・ギンタのエレミヤ書31、31に見ることができるが、ヘブライ語ではベリット・ハダシャーである。新約すなわち新しい契約という呼び方は、はじめイエス・キリストによって、神との契約が更新されたと考えた、初代教会の人々によって用いられた。 二世紀のテルトリアヌスやラクタンティウスは、神との新しい契約を示した書物の集合として、新約聖書という言葉を用いている。ラテン教父のテルトリアヌスは、初めてラテン語のノーブムテスタメントムという言葉を用いている。例えば、マルキオンハンバク3巻14では、これは、神の言葉として受け取られるべき二つの契約、すなわち立法と福音であると言っている。 5世紀のラテン語訳聖書では、コリントンの信徒への手紙に参照で、新しい契約という言葉が使われている。新訳聖書の各書はすべてイエスキリストとその教えに従う者たちの書であるが、それぞれ著者、成立時期、成立場所などが異なっている。同じように多くの書物の集合体である旧訳聖書と比べると、成立期間が短いということが言える。以下は、 新約聖書27書と伝承による記者のリストである。なお、各所の故障は、現代の日本キリスト教において最も広く、用いられているであろう、新共同訳聖書における表記を用い、それ以外の故障や略称も併記しておく。イエスの生涯、死と復活の記録キリスト教で認められてきた、記者聖書自身の自己証言と教会の伝承では、またイ福音書は、 アルフェオの子で、ゼイリであった死とマタイによって書かれたとされている。マルコ福音書は、ペトロの同行者であったマルコが、ペトロの話をまとめたものであるという。ルカ福音書は、パウロの協力者であったイシルカによって書かれたとされ、ヨハネ福音書はイエスに、最も愛された弟子と呼ばれたゼベダイの子ヨハネが著者で、あるとされてきた。新約聖書は、 多くの記者によって書かれた書物の集合体である。伝承ではそのほとんどが、使徒自身あるいは、使徒の同伴者によって書かれたと伝えられてきた。そして、この使徒性が、新約聖書の聖典性の根拠とされた。例えばパピアスは140年頃、長老によれば、ペトロの通訳であったマルコはキリストについて、彼から聞いたことを順序的には正確ではないものの、 忠実に書き取ったと書いたという。さらに、エウセビオスの引用によればエレナイオスは180年頃、パウロの同伴者であったルカは、パウロの語った福音を記録した。その後に、使徒ヨハネがエフェソスで、福音書を記したと記しているという。批判学の見解これらの伝承には、証言自体の他の外的な証拠はない。近代以降の批判的聖書研究では、 伝承通りの著者でない著者を想定することが多い。新約聖書に収められた各書は、最初の著者だけでなく、後代の人々によって、過失修正されているとも主張される。過失された可能性が高い部分として、有名なものは、マルコ福音書の末尾と、ヨハネ福音書の、会員の女の下りである。ルカ以外の3書はいずれも、ユダヤ戦争中のエルサレム陥落と、 解釈できる言及があり、これが70年の出来事であることから、3書の完成はこれを遡らないと推測されている。またルカ書きは、さらに振って、エルサレム神殿の破壊後の完成であると考えられている。ただし、ルカ書の著者は、ルカ書の続編として、首都原稿録を書いているが、首都原稿録は、パウロのローマ宣教までで終わっており、広大の伝承に見られ、 パウロ書館の中で示唆されるイベリア宣教と有名なネロ帝博外科でのローマでの殉教までは記されていない。この原因は不明である。また、イエスの奇跡とされる事象には当時の新皇帝ウェスパシアヌスを称揚するためにルフされた奇跡譚と類似するものが多い。これらの書が新約聖書としてまとめられたのは150年から225年頃の間であると言われる。 福音書で最も遅い成立とされる、ヨハネ福音書は、ユスティノスによる引用が見られることから紀元160年頃までには成立している。イエスの死後の初代教会の歴史書館には、様々な内容のものが含まれている。歴史的、キリスト教会は、これが神の啓示であるとしてきたが、批判的研究では、それらから、初期のキリスト教思想が、 どのように発展していったかを伺い知ることができると主張される。書簡の中には著者の名前が書かれているものもあるが、口頭批評ではそれらは本当の著者というわけではないと言われる。近代以降の口頭批評によって多くの書簡が著者とされる人物の名を借りた奇作であると主張された。パウロ書簡、パウロ書簡とは首都パウロの手紙の総称である。 近代の高等批評では、巻き替え書簡だけでなく、いくつかのパウロ書簡は単に、パウロの名を借りただけのものであると主張され、そのようなものは、疑似パウロ書簡などと呼ばれる。一般に高等批評では、パウロ書簡の成立が福音書群に先立つとしている。行動書簡行動書簡とは特定の共同体や、個人に当てられたものではなく、より広い対象に当てて書かれた書簡という意味である。 おののの書物には伝承の著者たちがいるが、近代以降の批判的研究はそれらが単に使徒の権威を利用するために著者名としてその名を冠したと主張した。上記の27書以外にも、新約聖書の聖典には含まれない文書群があり、外典と呼ばれる。時期や地域によってはそれらが聖典に含まれていたこともある。 イエス・キリストと弟子たちによって用いられていた言葉はアラム語であった。しかし、新約聖書のほとんどの書はコイネと呼ばれる一世紀のローマ帝国内で公用的に広く用いられた公語的なギリシア語で書かれていると呼ばれた、いわゆる古典ギリシア語は用いられていない。その後、早い時期にラテン語、シリア語、コプト語などに翻訳されて多くの人々の間へと広まっていた。 ある恐怖たちは、またい福音書のオリジナルは、アラム語であり、ヘブライ書も、ヘブライ語版がオリジナルであったと伝えているが、現代の聖書学ではその説を支持する学者は極めて少数である。近代以降の聖書学は、聖書の文献学的高等批評研究によって、オリジナルの姿を見出そうと努めてきた。福音書の資料と相互の参照関係の解明は、重要な課題である。 現在、多数の研究者の見解は、マルコ福音書が最初に書かれ、マルコ福音書と他の資料をもとに、マタイ福音書と、ルカ福音書が書かれ、ヨハネ福音書が最後に書かれたという説である。まず、マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書には、共通する内容が多いため、共感福音書と呼ばれる。一方、ヨハネ福音書は共感福音書とは異なる視点から、 イエスを描き出し、独自のエピソードや言葉を盛り込んでいる。共感福音書がなぜ共通点が多いのか、共感福音書は互いをどのように参照したのかという問題をまず解決することが著者を特定するための第一歩となる。そもそも福音書は一人の人間、イエスを実際に知る4人によって執筆されたものなのか、あるいは個人によって書かれたものが、 グループによって保管されたのか、福音書は短期あるいは長期に書かれたのか、などといった問題から考えることになる。現代の聖書研究で最も広く支持されている仮説は2資料仮説である。それは、マタイ福音書とルカ福音書が、マルコ福音書及び旧資料と呼ばれるイエスの言葉資料をもとに書かれたという見方である。旧資料の旧とはドイツ語のクエールすなわち、 資料を意味している。旧資料がどんなものであったのかという議論は未だに決着を見ていない。多くの学者たちは、旧資料という単独の資料があったと考え、少数の学者たちは、旧資料というのは、複数の文書資料と苦言資料の集大成であると考えている。ただ、あくまで旧資料の存在は仮説に過ぎず、その存在を疑うものもあり、 資料そのものについてもよくわからないため、その著者に至っては何も情報がない。ある人々は五六の形式を取る外典、トマスによる福音書が旧資料であると考えている。現代の高等批評は、パウロの七つの書簡を除いて、新約聖書の書書が使徒の手で書かれたとは考えていない。近代的な聖書研究が始まった18世紀以前のキリスト教では、 著者の伝承に関して疑義が持たれることは少なかった。ただ、現代の聖書学者でもシェーウィン・ホワイト、FF ・ブルース、ジョン・ウェンハム、ゲイリー・ヘイバーマスなどは、新約聖書に書かれていることや伝承は決して根拠のないものではないため、比較的信頼し得るのではないかという立場に立っている。特にジョン・ドビンソンに至っては、新約聖書の成立は現代の定説よりも早く、 著者に関する伝承もすべて神聖であるという極めて伝統的な立場に立っている。高等批評学者たちによっても神聖であると認められるパウロの七書簡とは、ローマの信徒への手紙、コリントの信徒への手紙1、コリントの信徒への手紙2、ガラテヤの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、テサロニケの信徒への手紙1、そしてフィレモンへの手紙である。 テサロニケの信徒への手紙に、コロサイの信徒への手紙、エフヘソの信徒への手紙に関しては、今でも意見が分かれている。テモテへの手紙1、テモテへの手紙2と、テトスへの手紙は、福音主義的な神学者たちは神聖であると考えている。現代において、ヘブライ人への手紙が、パウロのものであると考える学者はまずいない。ヘブライ書の著者の問題は実に三世紀から、 議論されていた。マルチンルターは、ヘブライ人への手紙の著者をアポロドする意見を提示している。パウロ書館以外の書物の著者の問題についても結論は得られていない。また4福音書の著者は、もともと伝承に由来するものである。批判学者の間では、福音書と手紙を含むヨハネ書館に関しては、初代教会の中にあった。 ヨハネ教団とも言うべきグループに由来するという意見が優勢である。ヨハネの目視録がヨハネ教団に由来するものかどうかは意見の一致を見ていない。ただし、一部の学者はヨハネの福音書についても段階的編集によってはその文体論的な強い統一性を保つのが困難であると考えている。また、紀元2世紀から4世紀までの証言は特に 福音書に関して一貫して、使とヨハネに由来するものであると伝えられているのに対し、ヨハネ教団の存在に関する傍傷は、ほとんど得られていない。聖書学者たちの多くは、外典の著者の神聖さについても疑義を示している。例えば、ナグハマギ社本に収められた、トマスによる福音書、フィリポによる福音書などがあるが、学者たちはそれらの原本は2世紀前後に書かれたもので、 その名前がついている首都による著作ではないと考えている。聖書研究、特に福音書や私的 S の研究においては研究者の視点が大きな意味を持つ。すなわち、ある個人の経験や宗教的信条、信念といったものがそのまま研究に投影される。例えば福音書の研究について言うなら、歴史的なアプローチはもちろん、カトリック、プロテスタント、 生協それぞれの視点から、ユダヤ教の視点から、社会科学的な視点から、フェミニズムの視点からなど、様々な立場からの研究が行われる。指的イエスに関する過去25年間の研究だけでも、様々なものがあり、互いに矛盾し合うものすらある。しかしこのような幅の広さには、個人のイエスに関する見方の限界を超える力があるし、そのような見解の違いによる議論が、 多くの結果を生んできたことも事実である。伝承によれば、最も早い時期に書かれたのは、パウロの手紙であり、最後に書かれたのは、使徒ヨハネの書いたヨハネ文書であるという。使徒ヨハネは、長明し、100年頃死んだという伝承があるが、教会文書外の証拠はない。2世紀から3世紀のパピアスやアレクサンドリアのクレメンスやヒッポルトスの証言から、 ヨハネ文書は一世紀終わりに、死とヨハネによって成立したという伝統的見解が生まれた。エーレナイオスは185年に、マタイ福音書とマルコ福音書は、ペトロとパウロがローマに滞在中に書かれたと述べており、それに従うと60年頃になる。ルカ福音書はそれより、わずかに後に書かれたという。現代において、このような伝承、古代の証言を支持するのは少数派である。 現代の多くの聖書学者たちはいくつかの書簡を除けば新約文書の成立時期に関しては意見の一致を見ている。例えば福音書の成立時期で最も広く受け入れられているのは65年頃最初にマルコ福音書がマタイ福音書が70年から85年にかけてルカ福音書が80年から95年の間に成立したという説である。 新約文書の中で最も早く書かれたとされるのは、パウロのテサロニケの信徒への手紙1で49年、五郎と考えられる。また、少数意見ではあるが、ガラテヤ書に関しては49年という説もある。高頭批評では、使徒の名を冠した行動書簡については70年から150年の間に成立したと見られている。高頭批評の見解では、 新約文書で最も遅く書かれたのは、ペトロの手紙にであるとし、聖書自身が主張する、使徒ペトロの記者性は強く疑問視されている。少数意見だが、ジョン・ロビンソンは、新約聖書の成立をめぐっての中で、新約文書はすべて期限70年以前に、成立したという説を唱える。その根拠は、マタイ福音書24時15分 -21 及び、 ルカ福音書23時28分マイナス31においてイエスによるエルサレム神殿崩壊への予言的言及が記載されているにもかかわらずその結果が書かれていないこととしている。一方、多数説はこの二つの記事は神殿崩壊への予言的言及をもって両福音書が神殿崩壊の後に書かれたことを反映していると 考えている1830年代、ドイツ中便元学派の研究者たちは、新約聖書が3世紀後半に書かれたという説を唱えたが、現代までに発見された最古の写本の断片は125年まで遡れる上、95年に書かれたローマのクレメンスの書簡には、新約聖書に含まれる10の書物から引用していることで否定された。さらに120年に、ポルカルポスは、 聖書の16の書物から引用している。これらの引用が微妙に異なっていることから、新約文書は原版があって何度も改訂が行われたことで、現代に伝わる形になった可能性も考えられている。新約聖書は初めから現在のような聖典として登場したわけではなかった。すでに恐怖たちの文書によって、教会内で聖典的に読まれる、 文書群には一定の振幅があったことは知られていたが、20世紀のナグハマギ社本の発見などにより、初代教会の時代では、使徒の手紙や様々な福音書や、目視録など、現在聖書に含まれるより、はるかに多くの文書が作成されていたことが分かってきた。これらの文書は、礼拝や信仰教育に用いられた。最初の数百年間には、ある文書が正当化。 非正当化は大規模な協会会議ではなく、少人数グループの集会で決定されたと推定される。信仰グループにより、思想が異なり、聖典はグループごとに異なっていたことだろう。このように初期の三つの世紀ではまだ、新約聖書は確定しておらず、様々な観点から書かれた多数の文書が乱立していたと推測される。その中で二世紀までには、 まだ以下の4福音書とパウロの書簡集が有力視されていったが、他の書物の優劣は未確定であった。2世紀のエーレナイオスとテルトリアヌスは、4福音書と13のパウロ書簡を含むいくつかの使徒書簡を霊感によって書かれたもので、ヘブライ語の書物と同じ価値を持つとした。それ以外の書物は尊重されてはいたが、一般には、 新約聖書と同じ権威を持つとは考えられておらず、ゆっくりと聖典群からは排除されていった。新約聖書聖典の確定作業は、シのペのマルキオンの聖典選択作業に始まる。彼は旧約聖書を排除し、ルカ福音書突破ウロ書簡のみを聖典とした。ところがマルキオンに従ったものは多くはなく、さらに彼自身も異端として排除されてしまう。 同時期に古代教会内でも聖典化の議論が本格化したと推定される。200年頃には村リ断片といわれる聖典リストが作成された。この村リ断片の聖典表は現代の新約聖書とほぼ同じであるが、現在では外典であるソロモンの知恵とペトロの目視録が含まれる。現代の新約聖書の文書と一致する文書表が 初めて現れるのは、アレクサンドリアのアタナシオスの367年の書簡である。この手紙の中に書かれた文書群が新約聖書聖典として、一応の確定を見たのは397年の第3回カルタゴ教会会議においてであった。しかしこの会議においても、ヤコブの手紙とヨハネの目視録の扱いについては決着しなかった。時期が飛んで十六世紀。 宗教改革者、マルティン・ルターは改めて、ヤコブの手紙、ユダの手紙、ヘブライジンへの手紙、ヨハネの目視録の扱いについて、議論を提起した。現代でもドイツ語のルター聖書はこれらの書物を最後に、まとめているのはその名残である。このような宗教改革者の動きを受けた、カトリック教会は、トリエント公会議において何が聖典かということを、再確認している。 新約聖書のギリシア語テキストは多くの写字性によって書き写され、後世に伝わった。写本は古代では巻物の形をとっていたが、やがてコデックスの形式が主流となった。新約聖書のギリシア語テキストと一言で言っても、多くの移動を含むものが多数あり、それらを研究、分類するといくつかのタイプに分けることができる。 このようなタイプを、型といい、おおむね下のようなカテゴリーに分ける。現代の新約聖書の翻訳は、徹底した比較、研究によって再現されたより、原文に近いテキストを用いて行われる。最も信頼性の高いテキストとされている、ギリシア語批判版聖書は、皇帝者の名前をとって、ネストレアーラントと呼ばれている。ネストリウス派のキリスト教が流行したと言われる、 中国の東大に漢訳聖書があったことは確かであり、これが日本にも伝わったという説もあるが裏付けとなる、事実はない。日本へ最初に新約聖書をもたらしたのは1549年に来日したフランシスコザビエルであり、彼は、ス王の大名を大内氏に対して携えた聖書と注釈書を示し、この中に我々の聖なる教えが全部含まれていると語ったという。 そして、同時代の西洋人の証言によれば1613年までには日本語に訳された聖書が京都で出版されていた。しかし、その後日本では宣教師が追放されて、キリスト教が弾圧されたこともあり、その聖書は断片すら残っておらず、日に伝わるのは、競技書や、天礼書などに使われた一部の翻訳聖書だけである。19世紀になると日本に入国できない、 プロテスタントの宣教師たちが中国で漢訳聖書を参照しながら日本語訳を開始した。この方法は外国直後に来日を果たした宣教師たちにも引き継がれた。最も有名なのはヘボンによる1872年の新約聖書、翻訳であろう。ヘボンはこの後在日の宣教協会らに呼びかけて翻訳員社中を結成して1880年に 新約聖書、1887年には旧約聖書を完成。これを明治元分けと呼ぶ。新約聖書は、その後1917年に改約され、これは大正改約と呼ばれている。明治元分けも大正改約も、他国と同様に出版は、英国外国聖書協会、北米聖書協会、北栄聖書協会であり、日本社会の中に広く普及した。 その後、日本聖書協会が設立され、第二次世界大戦後に、旧進役聖書の交互役改定が行われる。他にも、交互役聖書は多く存在するが、日本では聖書協会のこのわけを交互役と呼ぶ。世界各地で行われたのと同様にこうした聖書協会系の翻訳は、プロテスタント系の事業であり、カトリック教会や聖教会はまた別の日本。 語訳聖書を用いてきた。しかし20世紀後半になって、世界的にエキュメニズムの流れが進み、カトリックとプロテスタントの共同での聖書翻訳作業が行われるようになった。日本でもこの動きを受けて、諸教派を代表する聖書学者たちが結集し、1978年に新訳聖書のみであるが、 共同約聖書の発行が行われた。この共同約に対しては、批判的意見が相次ぎ、再翻訳が行われて1987年に、新共同約聖書が発行された。これは、新約、旧約に加え、プロテスタント形聖書では、従来含まれていなかった文書群を旧約聖書続編として含んでいる。現在、 日本のキリスト教会において最も広く用いられているのがこの新共同訳聖書である。新共同訳聖書にはローマカトリックの解釈と訳語が反映されている。他方、日本聖教会では日常的には聖書教会役も用いるものの、方針例においては現在も自派の訳である日本聖教会訳聖書を用いている。 プロテスタントのうち聖書信仰の教会によって訳された深海訳聖書はエキュメニカル派に対比される福音派のプロテスタントでよく使われている。新海訳は文語訳聖書以来の日本のプロテスタントの訳語を継承している。また福音派によるわけとしては現代訳聖書もある。この他にも出版された日本語聖書は多数存在する。ありがとうございます。